皆さんこんにちは、2代目バイヤーでございます。はい、本日はこちら、ここはどこでしょう。これを見て分かる人がいたらすごいな、よく来ていただいているお客様ではないでしょうか。はい、本日はアップバンクストア柏よりお届けしております。はい、そして本日ご紹介させていただく商品はこちらです。 IC イヤホン。はい、なんとですね、こちら、ライトニング端子に直接、ここね、ここですよ、ここライトニング端子にブスッとこう刺してですね、使えるイヤホンなんです。はい、通常はね、このイヤホンジャックに刺して使いますが、今回ご紹介するのはこのライトニング端子に直接刺して使うイヤホンです。はい、っていうのがですね、皆さん、最近ハイレゾ対応のイヤホンいくつかご紹介させていただいたと思うんですけれども、そちら、普通にイヤホンジャックがついてまして、ここに挿して聞くものなんですけれども、ハイレゾの音源を聞く際にはですね、直接つけても、例えばその専用のアプリを入れたとしてもですね、ハイレゾの音源で聞けないんですよ。はい、なので通常はここのライトニング端子からまずはダックアンプ、そちらをつなげてイヤホンをつなげるっていう仕組みになってます。それでようやくハイレゾ音源が聞けるんですけれども、なんと今日ご紹介しているそのライトニング端子に直接挿す IC イヤホンはですね、そのダックアンプもなんと内蔵されております。なのでここに挿すだけで、で対応のハイレゾの音源を再生できるアプリを使えばですね、ハイレゾの音源を楽しむことができるという、なんとも素晴らしいイヤホンでございます。しかもお値段が、今までハイレゾ対応のイヤホン非常にですね、ちょっとお高くて、2、3万とかねしてたものが多い中で、なんとこちら1万円台と、しかも1万円前半台、非常にお安いイヤホンでございます。はい、それだけでなくてもですね、そのライトニング端子に挿すことによって非常にクリアなサウンドが楽しめるというイヤホンとなっております。ぜひとも試していただければと思います。ただ今ちょっとですね、サンプルの方がご用意できてないんですけれども、でき次第その音質の、ね、差とかもね、なんとなく私も気になる、全然まだ音聞いてないので、どういう感じで聞こえるのか、ぜひとも試してみたいと思います。はい、こちらなんとアップバンクストア先行で発売しております。ぜひともですね、概要欄のリンクの方から今ご予約受けたまわり中となっておりますので、ぜひともチェックしていただきたいと思います。色も4色あって非常に可愛らしいです。はい、というわけで本日はこちらアップバンクストア柏よりこちらのライトニング端子に直接挿して、そしてダックアンプが内蔵されているというイヤホンをご紹介させていただきました。それではバイヤーチャンネル24のご視聴ありがとうございます。はい、チャンネル登録まだの方、ぜひとも画面下の登録ボタンからチャンネル登録してください。そしてツイッターもやってます。2代目バイヤーのツイッター、ぜひともフォローしてください。というわけで次の動画でお会いしましょう。バイヤー。